どうも、ワニです。どうも、マシです。はい、というわけで今回ですね、生き物系 YouTuber ポケモンバトルというわけで、生き物系 YouTuber の俺とマーシーの2人で自分が飼ってたりとか扱ってる生き物にちなんだパーティー、ちなんだポケモンだけでパーティーを作ってバトルしようと、はい、どっちが強いのか楽しみですね。ちなみにどう、ポケモンを結構昔からやってる？ああ、まあやってます。金銀、まあいやでもあれか、レッドからやってるから、ちょっと DS とか持ってなかったんでやってないのもあります。ああ、なるほどなるほど。でもしっかり厳選とかもやって、もランクマッチとかもやってるタイプ？ああ、もうガチで、はい、まあ、今回一応マスターボール級まではいってるんで、はい、やば俺まだランクマッチ5回ぐらいしかやってないけどとりあえずパーティー作るだけ作って、はいはい、いいパーティーができましたんで、うん、結構大変ですけど、いや楽しいですね。よろしくお願いします。よし、やりましょうか。じゃあシングルバトル、66のシングルバトルで、はい、そうですねちなみに僕が勝ったら、うん、ね、いや僕が負けたらね、うん、僕の色違いポケモン1匹あげますよ。あ、じゃあ大切に、俺もなんか色違い渡すわ。そしたら、いや別にいらないんで、セーブデータ切ってもらうかでも重っ、俺だけ重っ準備完了。お、うわー、カメ入ってんね。やっぱなるほどね、なるほどね、なるほどね。よかった、ワンチャンコライドンいるかなとか思って。あー、いやさすがにちょっとコライドンとかはちょっとねえ、こじつけが過ぎるかなと思って。いや、ちょっと怖えなと思って、結構コライドン対策してきたんですけどねワンチャンあるなと思って。まあちょっと僕はね、飼ってる生き物以外もいますけどね、飼ってる生き物とか、うんうんうん、さすがに今回ね、カメの数が少ないんでね。そうね、まあ飼育系のチャンネルじゃないからね、取ったり飼ったりだから。あ、そうです、うん、さあどうなる。初手でもあれな気がするんだよな。いや、まあまあもう手はずは済んでます。僕のどう動くかはもう全て決めてるんでね。さあ、さて、怖えな、初手何、マチャラ。うわ、出た。うわ、色違いかよいやいやいや、こういう色違いの方がちょっと石亀っぽさね、ちょっと色厳選マチ、亀ってことだよね。まあね、これマチャラ、マチャラですね。これはパンフォーブテウスエスピンマチャラってタランチュラですね、うちの。あ、タランチュラね、うん、あ、なるほどえ、何すんの。え、なんか専用技があるのは知ってるけど。あー、ネバネバネットね、はい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 、なるほど、はい、なるほど。これは結構大変っすね。ステロね、はい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 、ステロです。あ、で、はいはいはい、まあまあお互い挨拶っていうね、66であるとね、こうなりますわね、うんどうしよっかな。まあこれかな。まあこれかな。ああ、はい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 、ああ、やってくると思いましたよ。なるほどね、はいはいはい、対策マジかよ、バレバレなんですわあー、ネバネバネットも消えんのこれ、マジか。消えますバレバレなんですよね石亀です、名前石亀です石亀です。いや、もうこれもうどうしようもないです。あ、え、なんだっけ、なんか守る的なやつだったよな、なんだっけそれ。おー、オーバーヒートか。まあまあまあ、そうだよな。いやー、そっか。え、どうなるんだっけそれ、接触だとスピード下がるとかかな。そう、接触だとスピード下がる。ねえ、え、どうしようかな。いや、まあ、でもどうしようかな。いや、でもどうしようもない、もう積んだでしょこいつ積んだでしょ、飛びかかる。あー、なんだっけ、うわ、最悪や、ま、いやー、でもオーバーヒート、あ脱出パックまあ、そうかそうか、そうだよな、脱出パックが、よしよしよし、こんなちょっとよくわからん技に無駄にされた脱出パックが、どうしよう。まあ脱出パックになりますよね。ねえ、奈良金魚は、あ、奈良のね、大和郡山市の奈良のあの逃がされてる金魚ね。こいつなんだ、俺もよく分かってねえんだよなこれ。いや、
こいつめちゃくちゃ強いですよ。まあ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 、とりあえず、あー、おー、どうぞ、おばあ、さすがに死ぬですよ。まあ死ぬよね。まあ死ぬっすわ。よしよしよし、まずはいい、ひねりだしな。高速スピンマジ強え。よし、俺も赤足がめ。赤足だ。そっか、赤足か。あ、そっか、ステロがあるんだった。そうですよ、ステロでビシビシ削ってきますけど、え、でもそっちも結局なんだろう、やることって何、やること何、石亀。赤足と石亀、亀対決。地ならし。ああ、まあ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 、硬化ス程度の攻撃種族値だと、まあそんなに、おお、引っ込めていく。カイマン、カイマン、きた、メガネカイマン。さあどうするんすか。ああ、だるいなこれ。だるいっすよ。だるいっすよ。何するだろう。オッケー、まあ、とりあえず交換しよう。うん。交代はなしと。あ、交代なし。はい。すっごい。赤原芋。あ、赤原芋りか。よしよしよし。いいぞ。嘘だろ。嘘だろ。やべ、自信過剰か。あー、玉ね、玉自信過剰。あー、寝ちゃった。うわー、まあまあまあ、でも行きましょうか。ミシピッピ、ミシピッピ、あー、ミシピッピ来ちゃったな。ミシピッピ、ミガメ色地で、緑色。あだって起きろ。はい、起きろ。いやいや、そこはタクパーなんで、ね、うわぁ、剣の舞か。はい、こいつ剣の舞覚えんだ。ああ、そうなんですよ。まあ、もともと覚えるんですけどね、本作からね、あれね、カラヤブとか覚えるんですけどね。カラヤブ覚えんだ。はい、あ、でも日本バレ未だにあるか。そう、日本バレがあるからちょっと。オッケーオッケーオッケー。うわ、死ぬでしょ。うわぁ、さすがに日本バレでも、さすがに。うわぁ、さあ、日差しが元に戻ってしまった。ステロが、ステロかなぁ。亀対決、亀対決。でもまあまあ、スピード遅いっしょ。で、ひでりだけど、そっか、スピードが全然負けてるか。そうっすよ、やばいわ。あ、外れた。よし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 、赤しがめ、よし、行け。うそだよ、うわ、怖い。くれよ、ほら、最悪や。マジか、どっしゃー。うっそ、マジで無駄に急所立ってるし。赤しがめ、自覚ありますね、そいつ。やってるね。え、やっぱ、もう2体倒れてるか。結局22か。マジか。ちょっとこれは困ったな。石亀です。石亀です、来たぞ。倒される。ソラビね、ソラビと、なんだろうな、地ならし、ソラビ地ならし、さあ地ならし、まあまあまあ、これはいい。いやー、どうするか、どうするかなぁ、うん、いやー、ミシピッピーやられたの痛いなこれ。はい、1個目、1個目て、あー、ビワ生か。ビワコーナマズ、あー、出た出た、突破できねー。あー、オーバーヒートか。突破できねー。
ちょっとどうしよう。どうしよう。これもう無理だ。ちょっと待って。これもう。弁天様。うわぁ、ジアナマ対決。これしかねえ。暗い。いやいや、こっちは岩床なんだ。こっちは岩床。あ、岩床か。ちょっと。でもこれ色違い白色だからこいつ琵琶湖ナマズじゃなくてモデルは弁天ナマズなのかもなとか思いながらどうなんでしょうね。ジュアル対決かよ。もういけな。これしかできねえのか。どうしようもねえ敵にはこれしかできねえ。いやでも本当にそいつもうそれしかないけどね。やばいなこれ。え、いやでもなんで S 負けてんだ。いやでも振ってないよな。多分2分の1だよなこれ。よっしゃー。違う違う、嘘だろ。神は俺を味方している。嘘だろ。よっしゃー、負けたんだよ。やば、やばいやばいやばい、ガチやばい。突破できんのかな。金魚奈良金で頑張ってもらうしかねえ。いや、特防が弱まるのか。まあさすがに特殊は弱いでしょう。ああ、よしよし。特殊には弱いですからね。弁天じゃねえ、そっちはお琵琶湖なますか。これきちいな、うん、いやこれきちいな、ステロがきちいなこれ。いやもうそいつもう交換できんすやん。これもう死ぬやんこれ。そいつもう無理っすよ。ヒデリ要因だけっすよ。やばい、無駄に相手の。そうですね、まあ、これはまあまあまあ一気に。あと何なんだ。ガム君とあと誰だっけ、何がいたっけ。こいつに頑張ってもらうしかねえか。3番取る。なるほどね、モニターが来ましたね。エラニサルバでもこれどうだこれ。いや、S は勝ってるけど、 S 勝ってんだろこれ。いや、僕が勝ってます、さすがに。本当か、まあ、早いっすけどね、電流と早いっすけど、さすがに S は勝ってるが、え、どうだろう。まあでももうこれもう押すでしょ。うわぁ、うわぁ、金魚強え。これはもう金魚無双ですよ。ステロがエグいぞ、これマジで。さあどうするんだい。さあどうするんだい。もうでもこれテラスター切るしかないよね。ただガン君結局物理でしょ、受けれても。こりゃでもさすがに耐えてくれ、頼む頼む。こりゃでもさすがに勝つでしょ。まあまあ、テラスタルは来ますわね。で、どっちですか？炎ですか？炎ですかね。あーまあまあ、ですわね。一撃は耐えるかな、さすがに。耐えてくれー、頼む。あっちの反応で、ワンチャン 20% 切る身もあるんで。おーマジかー。はーい。ガブくーん、金魚つえ。金魚つえ。はい、じゃあ僕の勝ちっていうことで、あのテーブルデータ消してもらって。きつ、重たい罰が。きつ、こいつ。うわー、負けた。あらら、僕のヌートリアが出るまでもなかったってね。ヌートリア。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ。いや、高速スピン強すぎた。いや、高速スピンさえなけりゃな、マジで。確実にあれですね。あー。巻き菱、まあ、ネバネバネットやばかったっすからね。いや、ほんま、ネバネバネットがあったらさっきの金魚も抜いてたんだよな、遠慮とか。遠慮とも素早さ負けてますから。いや、ごめんなさい、スカーフですわ、僕。奈良金魚こだわりスカーフなんで。多分か。よかったっすわ、めっちゃコライドン対策してたんですけど。あ、うそ。いや、俺もちょっともうね、あのドラゴンとかもワンチャントカゲやんって思ったけど、ちょっとさすがにそれはこじつけが過ぎるかなと思って。そうなんですね。やめといたさすがに。というわけでマーシーの勝ちでしたね。
また今後もちょっと俺また別のパーティーも作ってね、ちょっと再チャレンジしたいなと思いますけども、はい、ぜひ頑張ってください。でちょっとね、最後ここで告知も入れたいなと思ってるんですよね。あれか、そう、2月11日と12日に行われます生き物系 YouTuber ファンフェストというイベントに、私マニア、マーシー、あとまあアニマルズとか真夜中のビバリウムさんとかね、そういう生き物系の YouTuber の人が集まって、トークショーや、私物プレゼント、チェキとか、いろいろとね、そこでしかできないような催しを盛りだくさん用意しておりますので、ぜひ皆さん、チケットの抽選が1月19日まで受付ということなんでね、もうすぐなんでね、ぜひ応募して、はい、チケットゲットして来てほしいなというところですね。よろしくお願いします。でなんか今のところ2日目の第2部あたりがなんか確率的に受かりやすそうな感じなんで、ぜひそちら辺で応募してもらえると、いいんじゃないかなと思います。という感じで、はい、今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Right.